キリュウカズマさんですか。そうだが、お前は。自分、真島組の西田いうもんです。おや、親父から、キリュウのおじきに伝言預かってます。真島の兄さんから？はい。俺は今、ミレニアムタワー前におる。近くを通ったら絶対見逃さへんで、と。ほう。わざわざ遅刻してくれとは随分親切になったもんだな。それから、踊れの腕に自信ないんやったら、ドスやら鉄砲やらは持ち歩く、なや？えか、絶対に武器の類を持ち歩くなや、絶対やぞ。以上が親父からの伝言です。これ持ち歩けってこと？うん。これ、真島の兄さんか？そこの桐生ちゃん、止まりなさい。そこの桐生ちゃんの言い方がもう真島の兄さんじゃない？何してんねん。眼帯する警官がおるか。最近バットやドス持って暴れ回ってるやつがおるらしいので、マジマグミが見回りしとるや、見回りされる方やろ。それ兄さんすんねん。ついつい乗せられて熱くなっちまった。こんな喧嘩じゃない久々だし、熱なりすぎや。うん、けどまだまだお前は本調子やない。はあはあ、ん？ああ、なるほどね。付け狙い続ける。なんかようわからんけど可愛らしい憎めない人なんはちょっと分かってきたな。ちょっと最初の印象が最悪すぎるばっかりに。あの、そこの兄さん、キャッチだ。いや、いい。いいお酒がとても安く飲みますよ。興味ねえって言ってるだろ。あ、なんでやめないの？キリュウちゃん甘くない？ぼったくりだとどうすんのさ。うわぁ。どうすんの？お通しで5000円ぐらい取られたら。ちょっと店内バッカスにじゃない？ああ。何？もうええってもう。いや、バットはダメだよ。久しぶりやの。キリちゃん。もう兄さん何してんの。嬉しゅうてたまらんのや。道島の竜と直接やり合える。本物の命張った喧嘩ができる。なあ、キリちゃんならわかるやん。いや、危ないですよ、そこ歩くの。いや言ったやん、危ないって。あ、おかしなってしもた。あ、え、笑いどころやないか。え、お笑い芸人さんじゃない？やめろ。あ、え、はるかを返す。トーホークだよね。え、すごい。え、ボコボコにされてるけど。別に、ええー、で、本気も本気、大マジや。待って、全然話入ってこない。え、すごい。もうこれ以上、じらすなや、キルちゃん。すごい。勝負や。楽しもうやないか。トマホークさんだね。いや、興奮してすごい。あの、すいません、すごい失礼になってしまった、申し訳ないんだけど。アホーン死ねや、キリュウ。えぇ、おやじ、なんで。キリュウちゃんはな、俺の獲物や。このこいつをやるのはわしだけなんじゃ。
マジマ。親父。おい救急車だ。早くしろや。ええー。